坂本龍馬、龍馬電気工ですね、ここは長崎の風頭公園、もう立派な像ですよね。今日は本当にいい天気なんで、前回ちょっと曇りだったんでね、いつも冬来るのが好きで、結構秋から冬に訪れること多いんですが、まあ、この春先5月ぐらいっていうのは久々なんで、まあ快晴に恵まれて非常に嬉しいです。まあ、龍馬さんともねまた会えて、この周辺にはですね、まあ、龍馬の歩いた道ということで亀山社中の資料館とか、ブーツ像とかですね、あの龍馬のちっちゃなあの銅像とか、あってですね、ちょっと坂のある階段のあるちょっときつい道ですけども、いかにもこう長崎らしいというところでですね、まあ坂本龍馬と長崎は切っても切れないという関係でですね、長崎時代にやったことっていうのは龍馬にとっては、まあ、本当にいっぱいいろんなことがあって、亀山社中っていうのはもちろん後に言われる商社、つまり海援隊のことなんですけど、まあ、海援隊っていう会社じゃなかったんですけど、あの社中っていうのはいわゆる、商業活動ですよね、商いをすると。だからこの方はもともとね、最多にやってその、まあ、武士というか、まあ、武家でもあるんですけども、まあ、浪人時代もあるし藩士の時代もあるしと、いろんなものを持っていて、まさにいろんな才を持っている方で、まあ、もしかしたらこういう、ね、刀とか持ってますけど、そうじゃなくて商人としてもですね成功した人なんじゃないかなってちょっと私的には思いますけどもね。いかがでしょうかね。まあこう日本の国というか世界というか、こう幅広くこう見るっていうのがどういうところからですね、まあ、幼少期から生まれ育ったところとかね、よくまあ、ドラマなんかではその辺も描かれていましたけど、まあ、いわゆるそんな別に普通の子って言ったら変ですけど、特別何かすごい大大名家の跡取りとかね、お殿様とかそういうことじゃなかったんですよ。ですから土佐藩の中でも、まあ、下級ですよね、上級武士下級武士というのがもしいるとすれば、下の出ですから家としてはそんなにですね、まあ、商家の商人としての方がですね、まあ、結構経営が良かったみたいですけども、その部門っていうかですね、まあ、当時は土佐は山内家ですけども、特に山内陽動校とか、そういう藩政にね、後藤象二郎とかと全然生まれも育ちも立場も全く違う人ですから、ああいう人たちとは違うんですよ。要するに藩の土佐藩の人間というよりも、まあ、最初はですね、まあ、土佐の国の生まれですけども、まあ、いろんな縁があってですね、この人もそういう人と出会うこと、そういう才がある人って言ったら変ですけど、そのことからいろいろ生まれることが多いですよね。この方を知ってると、坂本龍馬を知ってるよという人はかなりいましたから、この下に上野彦馬の墓がありますけど、上野彦馬もね、まあ、友人として付き合ってたみたいですけど、別に相手が誰であれですね、坂本龍馬はそういう人の何て言うんですかね、縁を大事にするというか、まあ、長州でも長府藩でもそうですけど、まあ、ゆかりのあった人々とですね、まあ、友好的に渡り合うと。まあ、ただそうは言ってもですね、やっぱり幕府とか敵になると、敵と見なされることもやっぱり多いわけですよ。それはですね、政治の世界に食い込んでいったからですよね。まあ、その出会いとしては、まず勝海舟、それと江戸に2回ぐらい行ってますけど、その江戸に行ったことですよね。そのことでいろいろ世の中を見て、まあ、幕府の実態をですね知るに至ってですね、まあこれはどうにかしなきゃいけないと、そう思う人いっぱいいたんでしょうけど、こう実行に移せる人っていうのはなかなかいないと思うんですよ。それをやったのが龍馬ですし、さっき商家と言いましたけども、本当にこの人商人だったら商人の道でですね成功して、そちらからまあ変な話政治にも関与していくと、そういうことも可能だったんじゃないかなと思いますけどもね。大体この人ね、全国いろいろ行ってますけど、よくそんなお金があったなって思いますよね。ちょっとドラマなんかのイメージがちょっと強いんで、そんなにお金ない貧乏な下級のもう農民じゃないですけど、武家の出たとしてもですよ、下級武士の人がなんでそんな全国を回れるようなお金をね、旅費とかもすごいかかりますから、船に乗るっつったってタダで乗せてくれるわけじゃないですからね。で薩摩に行くにしても、よくそれだけの費用とかお金がどっから出てたのかなって思いますよね。なんかこの人儲けてたわけじゃないですし、まあ、亀山社長っていうのはあの船とかね、軍船とか、あと、まあ、武器とかですよ、そういうものを扱ってたわけですから、
まあ、実際にはですね、何かお店出して商売繁盛と、そういうことではなかったんですよね。だから大きな商いというか取引はしてたようですけども、それにしてもそこに至るまでもですね、かなりお金がいろいろかかってるはずですし、長崎来るだけでも相当な旅費があったはずですけどね、どこからそんなお金が出たんでしょうっていう、まあ、それはこの人の実家の方だと思いますけどね、他にまあ助けてくれる人もいたでしょうし、まあ、藩の命令でね、どっか行くとかいうことであれば、それはそれで藩からお金が出るでしょうけど、要するにこれだけいろいろなことをした人が財力という部分ではどこからかなって、それはちょっと不思議ですし、別に亀山社長は社長で、こちらのですね、長崎でっていう話ですから、本当にここに至るまでにもいろんなところに行ってますからね。江戸に行った旅費もね、まあいくら実家に了解を得たといっても、その兄弟とかもねいましたし、父親とか親戚関係とかよく許したなっていうのもあるし、まあ龍馬っていう人に何かね期待をしてたのかもしれませんけど、大体江戸に行って何するんだって話ですよね。剣術師なんて、それは表向きのことで、まあ、実際千葉道場に行ってますけどね、まあ、道場に行って別にそこの門下生になって剣術を極めてですね、その剣の道に進むって、そういうつもりじゃなかったと思うんですよ。江戸に行って見たいものがいくらでもあったはずですよね。幕府のこと、まあ、世の中のことをですね、知るにはやっぱり、まあ、今で言ったら東京ですよ、行かないとやっぱりわからないですよね。だからそういう分京都にもいたわけですよね、この人はね。だから商人って言いましたけど、東京、京都、まあ、大阪ですよね、そういう主要都市は見ていたし、そういうところに行くことによって そこの、まあ、出会った人たち、ゆかりの人たちを頼りにですね、まあ、様々なことができて、まあ、それで、長州藩、薩摩藩と、大体どこの誰だか、坂本って誰っていう感じの人もいたわけですよ、長州なんかからしたら。で、間に入ってくる人でね、土佐の人だよと、土佐藩の人かと、いやそうじゃないみたいな、結局なんかね、この人が有名になって今でこそそういう風になりますけど、最初はねやっぱり調布の方の町行ったってね、坂本龍馬って誰っていう感じですからね。そんなに知られてる人には知られてますけど、広く世の中のね下の人に知られてたわけじゃないですから、そんなことで活躍した龍馬でしたね。長崎というところ、本当にこの像が見つめる先に何があるのかなっていつも思いますけど、まあ像のね不安でもありますし、龍馬の不安でもありますけど、まあなすべきことをなした人なんだなと。もっとやりたいこといっぱいあったと思いますけどね、これからという時だったと思いますよ。まあ先日薩摩行ってね、新婚旅行っていうところ行ってきましたけど、やっぱりやることがね新しいですよ。新しいっていうか、注目されるようなことをねやっぱりやって、それによって得たね人の縁とかつながりを大事にしてきた人ですから、まあもうちょっとね長く生きてほしかったですけど、坂本龍馬とちょっと長崎の関わり合いについてでした。